グループ BTS、防弾少年団が来月21日に新曲バターで戻ってくる。BTS は27日にファンコミュニティプラットフォームウェバースを通じて新しいデジタルシングルバターの発売を知らせた。バターはダンスポップ基盤の楽しく軽快な雰囲気で BTS のソフトながらもカリスマのある魅力を感じられる曲だ。昨年8月21日に発売したデジタルシングルダイナマイトに次いだ2つ目の英語曲のバターは来月21日の午後1時に全世界に同時発売される予定だ。愛犬にネイルチップ&つけまつげ。米国の女性が掲載した写真が韓国で話題。虐待。愛情。意見は賛否両論。エイプリル出身イヒョンジュ。恋人と遊び回っていたなど私生活を暴露した DSP 元職員と名乗るネットユーザーを告訴。2019年に SM エンタからバイウィットに転職した民非人 CBO の年俸が話題。昨年の年俸が5億2700万ウォン。現在、HYBE レーベルのソースミュージックでガールズグループのローンチを担当。また、HYBE のリブランディングプロジェクトを行っている。